はい、こんにちは、カズボウです。聖剣伝説2、続きやっていきたいと思います。前回ですね、火の神殿のね、マナの種子、取り戻しまして、そこにね、種を置いて、無事共鳴させることができました。ミノタウルス戦でね、バグったんですけどね、バグってポポイがいなくなるというとんでもないバグが発生したんですけど、やり直してね、クリアしました。でね、クリアしたんですけど、このね、一向に砂漠のオアシスに水が戻らないと。そしてね、雨降らしの尻尾というものがあれば戻ると。なのでね、ここはまだ、イベントがあるんですよね。でね、こう言ってもしょうがないので、はい、帝国というのが増えているので、ここに行きたいと思います。帝国の中でおとなしくして目立たぬようにする。さあ、大砲に入っとくれ。とうとう帝国ですね。はい。なぜか大砲に飛んできたというね。クリアしたい。カッカラ砂漠まで50だよ。戻り道だけですね。じゃ帝国の情報収集いきます。ここは帝国のサウスタウンだ。サウス。帝国にもいろいろあるんですよね。町外れに住むマリクとは変わり者さ。あまり関わりにならない方がいいぞ。マリクとね。変わり者のマリクとというのがいるらしいですね。マリクとばあちゃんはいつも小箱を持ち歩いているよ。大事な宝物でも入ってんのかな。マリクとというのはばあさんらしくて小箱を持ってるらしいですね。大きな声で言えないが、最近の皇帝陛下のお考えはわしらにはさっぱり理解できん。世界を統一するとか言って重い税金をかけ軍隊の増強を繰り返しておる。噂ではモンスターの軍隊までお城の中でもうモンスターでいっぱいだそうだ。もう絶対怪しいですよね、こんなんね。なんかいるけどね、見られないのが。とりあえずここになんか売ってますよね。このゲームは新しいとこ来たらね、お、ここ宿屋か。なんかしら買わないとね、ちょっとついていけない部分あったりするので。なんか勝手に動いてきましたけど、あっちへ行け。絶対なんかありますよね、あれね。はい、ヒヒヒヒ、お前たちのことは知っているよ。ジェマの知り合いだろ。私は実はタスマニカのスパイなんだよ。ヒヒヒ、元は旦那がそうだったんだけど、帝国の秘密を手に入れて逃げる途中で、旦那の敵討ちじゃ。旦那の後を引き継いでこうして帝国の町に潜んでいるわけさ。町の東の小屋から下水へ入れる。北の城下町へ抜けるレジスタンスたちの秘密基地の通路さ。見張りの男に秘密番号を言えば通してくれるよ。秘密の番号は634じゃ。武蔵って覚えておきましょう、ね。それで先ほどのあっちへ行けってやったやつがね、通してくれるんでしょうね。なんですけど、ここだったかな？ここじゃないな。はい。ノースタウンほど大きな街じゃないな。ノースタウンというのがあるそうで、ノースタウンの方が大きいんですね。はい。なので、アイテムも売ってないようなので、これ2階建てじゃないよな。634じゃ。暗証番号言ってみろ。武蔵。さあ通りな。通りなって敵がいるっていうね、面白い話だ。はい、ガルフィッシュ、これ巻いたやつだ。このおお、ミサイル飛ばしてくる魚がいる。強いね。やっぱり一つぐらいじゃいかない。しかもなんか面倒ないのし。よし、一回倒し、技のレベルアップ。やるように。まだ上がります。やりは4ぐらいまで上がるんじゃないかな。また来たし。
これは何かいたっけな、ボス。結構いるんですね、このゲーム、ボス。お願いだから引っかかんないで。これ左なんかあったっけな。気になりますよね。何もなかったな、確か。ミサイル飛ばしてくる魚なんかいます？普通。これね、相手から吸収できる魔法がいずれ手に入るので、まあそこまでの辛抱ですよね。よし、上がった。魔法は強いな。うわ、さっきいなかったのに。え、スルーだ。面倒だ、あいつは。ノーム上げてないな。よし、来た。あ、何者だ。帝国のスパイか。違います。634634。あ、ゼマ様が言っていた聖剣の彼ね。ようこそレジスタンスのアジトに。ランディだ、よろしく。何さ、カッコつけちゃって。ケケ、焼いてんの。誰が。私はディラック一筋なの。ディラック、あなたディラックを知っているの。もちろん。なんで。この町の東の古代区からあるという遺跡があります。そこに最近になってディラックという男が現れ、人々の聖域を次々と抜いているのです。パンドラと同じだ。でもなぜディラックが。きっと何者かにコントロールされているのでは。我々も調べてみます。はい、ディラックがいるとね。クリスの父サグはレジスタンスのリーダーだった。だが帝国の戦いによってリーダーを失った我々がバラバラにならないようサグの後を継いでクリスがリーダーに。まだ18歳なのにみんなのために頑張っている。我々も彼女を頼りにしている。まあ18歳若いっすね。頑張ってね。あたいたちのリーダーはクリスよ。我が帝国も昔は平和な国だった。ところが15年前あたりからどうも様子がおかしい。
クリスも普通の女の子のように遊んだりしたい年頃だろうね。ああ、このシルエットいっぱいいるのね。帝国には四天王と呼ばれる皇帝直属の親衛隊がいる。リーダー格闇の騎士シーク、マシンライダーのゲシュタール、高一点のファウナッハ、ゲシュタール戦いましたよね。そして魔法騎士タノトス、こいつはまだ詳しいことがよくわかっていないんだ。町の東にある古代遺跡に最近出入りするものが多いようじゃ。以前はこんなことなかったのに。古代遺跡が出てきましたね。次そこでしょうね。異常ありません。ほんとね、帝国のおっちゃんが来ないように見張って言うの。ゆっくりしていきなよ。さっき下にいたの、こっち来たんか、もしかして。ここは表向きはカフェだけど、我らレジスタンスの秘密のアジトよ。クリス姉ちゃんが一人で泣いてるのを見たことがあるよ。まあそうですね。はい、来ました。ここ宿屋かな。あ、ここ宿屋じゃないな。はい、ご用件は。あ、今持ってるんですよね。はい、来た。スノーマンリング、ゴーレムリング、これどっちがいいんだろう。まあお金的にこっちの方がいいような気するけど。確か高かったような気がするんだよな。ほら7100とかするもん。虎のぬいぐるみ、タイガービキニ。金が足りない。とりあえず虎のぬいぐるみ2つ買うか。っていうのが、ここ実はお金貯める場所がありまして、まあ装備はすぐお金貯まるんで、これも十分足んないですよね。頭はスノーマンに6上がる。はい、52、まあ、半端じゃない。絶対強いの出てくるよねっていうね、フラグですよね、こんなの。スノーマンリングでしょ、虎のぬいぐるみ。でプリムが、とりあえずは手だけ装備して、あと全部売りましょう。売ってタイガービキに変えるかな。全員のね、頭装備もね、買わなくちゃいけないので、大事ですよね、そういうの。もっと違う。これ売ればお金になるかな？あ、足りそうだ、売れば。1100なんないか。あ、なるかな、この兜を振れば。あ、なんなかった。なんなかったんだったら違う装備か。タイガービキニと、ルビーの胸当てもいいんだけど、こっちの方が絶対高いので、あと帽子だね。タイガーキャップ。これ3人買えるね。あと、ビキニだけだね。高いけど。普通に頭装備して、ですね、これで振ればまた買えないか、でもまだ。じゃあ、あともうちょっとなのでお金貯めましょう。絶対貯めた方がいいんで。まあ情報収集もいいんですけどね。情報収集してから、帝国の領土はこの町と南のサウスタウン、他にも黄金島のゴールドシティがあるよ。まあ前なんか言ってましたよね、ゴールドシティがどうたらこうたらって。で遺跡に行くんですけど、
ここから遺跡に行けるんでね、次回そこなんですけど、これ実は上行くと確か、あ、そうだね。この先は皇帝陛下のお城4なのは近づかないようにということで、一応行けるんですけど、これ入り口にね、確かバリケードがあって、ここから先行けないんですけど、ここでお金貯めれるので、だから武器レベルとかも上げれるし、魔法もここでマックスにできるので、まあ、自分はここで上げちゃいますね。案外強いんですよ、これ。経験値もいっぱい持ってるし。はい。この繰り返していればお金貯まるので、まあ、7100までここでとりあえず貯めちゃって、まあ、次回までね、いくらか強くしておきたいかなと思いますね。はい、もう7065ルークあるので、あと1回やればもう7100貯まるので、すぐ貯まりますね。でお金もすごい貯まるので、もうこれで、まあれですね、貧血にはならなくて済むかな。ここで戦ってれば全部ね、魔法レベルを8まで上げてもいいんですけどね。お、なくなっちゃった。まあ上げたい武器をね、装備して戦ってれば武器レベルも上がりますし、いいこと尽くしなんだけど。よし、もうたまったでしょ。はい、8600だってすぐたまる。はい、64。もう防御力が全然違いますね。はい、これでいけばもういいと思います。はい、ということで、まあ今回ね、ここで終わります。まあ次回までにね、あそこ相当自分やるので、やり込むので、レベル上げるので、まあそこまでね、上がりきった時にね、次回配信してね、まあ遺跡とやらに行ってみようと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。